こんにちは、ちささこです。今日はうつろい島で島クリエイトの続きをやっていきます。これからうつろい島の動画撮るたびにこの神社スタートなんやな。あ、ちょいちゃんいるやん。迷い込んだか、こんなところに。あ、来てくれると思ってたよ。私もちょいが来てくれると思ってた。おしゃべりしよう。何？ついにマンゴープリンカレーのレシピが完成して。そりゃプリンなのカレーなのどっちなの。悪くないかもね。どうなん、マンゴーとカレーって。今日作っていくのがこの辺り、うつろい島初回の動画で作った組事務所の前の辺り。また大規模なレイアウトを作ろうと思ってて、地図で言うとこの辺りの場所になりますね。ドドンと。今日は島クリエイトで団地っぽい場所を再現して作っていこうと思っています。合計4人分の住民のお家を移設して、巨大な建物は再現できないんだけど、あの団地ならではのなんか敷地内にあるちょっと薄暗い公園とか、あと集合住宅ならではの洗濯物がひしめき合ってたり、住民の私物がいろんなところに置いてあったりとか、なんかそういうごちゃっとした生活感のある感じを作れたらいいなと思ってます。ちょっと今日もだいぶ時間のかかるクリエイトになりそうなんですが、気合を入れてやっていこうと思います。今回作っていく範囲が、イラストの地図だと海岸にあるこの岩場のラインぐらいまで多分広げる感じなのかな。よし、ちょっと植物のストックが迫ってきてるので、これを先にどかそうかな。どうした、どこんちゃー。あ、口癖やん。めっちゃ久しぶりに来た。どうしよっかな。後ろで2人めっちゃ寝てる。変えよう、口癖。いまいち気合を入れにくい。なるほど。じゃあ気合の入る口癖にしよう。シャーって毎回言う。シャイーって言おう。違う違う、ちょっとやる気ない。もっとそのちっちゃいやつ大事やから、シャーって感じで言ってほしいな。おっす、シャー。めちゃくちゃ気合が入る。おー、いいやん。いい、勢いがいい。シャーってことで、余計な低木とか木をのけて広くスペースを空けました。早速崖を立てていくんですが、イラストの地図を見てみるとこんな感じの形になっています。近くの崖を作って、その上に家を建てて、その下にも地面に家を建てて、なんか建物が階段状に集まって建ってる状態みたいな景色を作りたいなと思ってます。この雑木林の道をそのまままっすぐ引っ張ってくることになるから、その道を挟むような形で、この辺からかな。よし、こんな感じで両サイドに崖を建てました。地図を見てみるとこんな感じになっております。で、階段をつけなあかんから、階段分こうやって削っちゃおうか。そう、片方の崖に階段と建物1個ずつ工事キット設置してみるか。スペースが足りるかどうかもちょっと心配。そうだな、階段は石の階段かレンガの階段かちょっと迷ってんねんけど、いやレンガかな。でもなんかもっとさ、レンガを使うなら赤茶色のさ、暗い色のレンガがいいんだよな。これちょっと明るすぎる気がするから、ゴミ箱とか自販機とかプラスチックベンチとか、割とカラフルなアイテムをたくさん使う気がしてて、馴染みそうな石の階段にしておこう。団地に移設する住民のうちは消去法で決めたんやけど、チョイとガブリエルとパンクスとスクワットかな。怖い人が住んでるな。でまずはなんか今日すごい出番の多いチョイちゃんの家から移設しようかな。お願いします。いい場所を選んでおくれよ。しゃあ、いいよ、しゃあ任せて。でお家の外観のデザインも変えたいよね。
今回は一気に4軒分の住民のうち移設になるから、ちょっと内装の提案まではできひんねんけど、外観だけみんなのお家揃えたいねんな、団地っぽく。ごめんな、何回も呼び出して。気合い入れてリフォームしておくれ。しゃあ頑張るわ。そうだな、外壁が大事になってくるよね。石壁それっぽいかな。あ、こっちのレンガの方が団地っぽいかもしれない。あ、この赤レンガのシンプル壁良くない？この家4軒並んでるの可愛いよ、きっと。屋根シンプルなこのストライプ屋根にしよっかな。あ、ドア黒のドアにしよっかな。この組み合わせかな。ちょっと個性出してドアプレート飾っといてあげよう。じゃあこれで行こうかな。まずはお家を、そうだな、外側より、あ、ちょうどど真ん中に建てれんのか。あ、じゃあここでいいかな。それからここに階段、うんうんうん、ここに決めちゃう。不安、うまくいくかな。これで一旦どんな風に仕上がるか見てみるか。よし、こんな感じで。おお、うんうんうん、立ってるね。あ、どうしたどうした。あ、団地へ移住予定のスクワット2期じゃないですか。あれ、嫌な予感察してる。え、じゃあスクワットのお家貸して、団地レイアウトに。これから4軒のお家全部同じ外観にして、この狭い範囲にギュッと移設されること気づいてるんやろな。いや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 、ダメです。ここは協力していただいてお願いします。家賃安くするからさ。そうか、結構階段が迫ってるんだよな。この辺にちょっとベランダっぽい雰囲気のレイアウト作りたいなって思ってたんやけど、まあこの感じで他の建物も一気に移設していくか。ドーン。これで2軒移設が終わりました。まあ、どうなんかな、このレンガ団地っぽいかな。いや、もうちょっと無機質なやつの方がいいんかな、素材感。引き続きこの下にも家を2つ移設していくねんけど、そっちはちょっと外観別の候補のやつ考えてみようかな。外壁もこのトタンの壁でいいのかもしれない。ベージュとか、こっちの方が団地っぽく見える気がするな。一旦これで置いてみようかな。この辺1マス分ぐらい内側に寄せた位置ぐらい。どうなんやろう、階段が見えなくなると微妙かな。ちょ、一旦待って。え、階段をさ、縦向きにつけて、ね、その横に家が建ってるっていう構図の方がいい気がしてきた。どうしよう、一旦ここに移設キット立てて、一旦階段を撤去してみよう。おお。早速住民の皆さんが生活していらっしゃいますけど、家の外観どっちがいいやろうな。レンガの方があったかみがあっていいかな。でさ、ここに階段をつけれるかどうかなんよな。なんか邪魔になって通れないからダメだよとか言われそうじゃない。あ、ほら、いけるって。いや、てか崖の大きさを少し縮めるか。ごめんな、ちょい降りれへんよなこれ。これで、うわ、でもどうなんやろ、登った先のまっすぐが足りない。ダメか、ダメなのか。思い切って幅をちょっと広げて、あ、うん、こうならいけんのか。なるほどね。階段正面向いてた方がいいと思うねんな、きっと。こうしちゃおっかな。一旦ここにつけるか。うわ、今日どんだけベル使うんやろ、やばすぎ。え、ありがとう、拍手。で、ガブリエルのお家も同じ位置に移設したいよね。え？うん、ガブリエルさんはさっき電話したら体調が悪そうだったし、今日はやめといた方がいいと思うんだもん。何の用事で電話したん？このパターン初めて見た。よし、ともう今言ってあげるわ。体調悪いやん。
ああ季節の変わり目やもんな。最近夜寒いもんな。あ、薬ね。ちょっと待って、今ここですぐ作ってあげるから。やだな、目の前で蜂の巣と雑草を元に薬を作ってるところ見た上でそれを飲むんやもんな。大丈夫、材料、そうだな、半年前ぐらいの材料やからギリいけると思うで。これ飲んで元気出して。よかったよかった。もう元気になったん？お礼、学生帽ありがとう。出た出た。お礼に選ばれるアイテムベスト3やな。全身タイツ、駅伝の服、学生帽。これはね、マストですから。この辺り一旦ここに移設しちゃって、で階段の位置を縦向きにつけ直して、そうだな、家の外観は奥2軒のレンガの外観に揃えようかな。一気に進めます工事を。ということでドドンと一気に飛ばしちゃったと思うんやけど、編集でこんな感じで工事を終わらせてきました。ちょっと距離を取りすぎてて、カメラアングル的には全部の家を一気にこう一つの画角に収めるのが難しいねんけど、あとなんか今んとこ団地っていうか普通に住宅街みたいな。こっから家具でどう味付けしていくかで雰囲気が変わってくると思うんだけど、なるべく団地っぽく見えるように頑張ってみようかなと思います。どう、新しいお家の場所。あ、そういえば病気大丈夫やった？って言いつつ、この工事で2週間ぐらい日付進めてたから、もうとっくに治ってんのは知ってんねんけどな。じゃあ道を敷いていこうかな。レンガの道で通り道を敷いていこう。でこの地面の真ん中あたりにでっかく円形に道を敷きたいねんな。こうちょっと憩いの空間みたいなありがちやん。周りに少し土の道を敷いておこっかな。このちょっと草地が剥げたところに後でベンチとか置きたいね。それから各家の前のスペースもしっかり道をつけていきたいねんけど、無機質なコンクリートに見立てて石畳を敷いていこうかな。アーチタイルと組み合わせてちょっと自然な感じでつなげておいて、反対側のちょいのお家も同じようにやっていきます。ちょっと失礼しますね。あよっ、久坂気合入ったっしゃー、気合入ってきた。ちょいちゃんの気が済んだら後で続き敷いとこうかな。こっちでも体操してるな。この地面のお家の前のところも同じようにベランダに変わる庭スペース的なのをつけておこうかな。マンションとか集合住宅の1階の部屋って家の前に小さい庭ついてるもんね。とりあえず一旦こんな感じかな。ちょっと他にも公園スペースとかゴミ捨て場スペースとかも作りたいねんけど、家具を置きながらそれは決めていこうかな。よし、じゃあ植物を植えて立体感を足していこう。で僕はツツジと金木犀を持ってきました。どっちも団地に咲いてそうな感じせん？ちょっと柵も組み合わせながら低木植えていくか。珍しくレンガの壁とかこういうの使ってみよう。で庭先のあたりはちょっと透け感のあるこういう鉄の柵とかで囲って、でさらに低木も足していく。でいい感じに木も生やして立体感出して、団地の一番大きい入り口にあたるところにもレンガの壁を一列バーンって敷いとこうかな。こんな感じでがっつり門みたいなのを作って、おちょっと煮詰まってるところやったから、なんか面白いこと喋ってほしいな。頑張ってるか。頑張ってます。めっちゃ頑張ってる。難しいこのテーマ。大声で応援するのって結構気持ちがいいぞ。あ、ほんまに？もっと応援して。リアクションか。筋肉万歳。
と今回は植物植えて柵置いてとかあんまり順番にこだわらずに家具も置きながらやっていった方がいいかも。ちょっとまだベース作り納得いってないんやけど、ここらで一旦家具を置いてみようかな。そうだな、とりあえずデカめの家具を飾ろう。この辺にパーゴラドーン。いや、藤棚置きたいよね。あとベンチ、ベンチは入り口のあたりに置いてていいんじゃないか。公園みたいになるな。まあでも半分公園みたいな感じよな。パーゴラ真ん中に置いちゃう。え、なんで置けへんやん。あんたらが邪魔してんやんか。でパーゴラ置いとくね。で街灯置いてこう。街灯、もっと街灯、街灯はこの丸い街灯の黒、これを中心に使っていきたい。このままだとただの綺麗な住宅街になっちゃうな。もっと汚していかないとわかんな。自転車止めておく場所が欲しいよな。この辺を石畳に塗り替えて、でシティサイクルを並べる。ちょっと自転車置き場がこの位置でいいのか微妙やけど。あとゴミ捨て場も作りたいよね。配置的に家の真横がゴミ捨て場と自転車置き場になっちゃってるけど、ここにキャスターペールを2つぐらい並べて、でゴミ袋も一緒に置いておく。あ、この生活感なんよな、求めてたの。ちょっとこんな豪華なパーゴラとかやめよう。ちょっとベンチはもうちょっと端っこに避けて、ここ真ん中どうするべきかな。やっぱ島とねりこなんだろうか。これぐらいのやっぱ規模感がちょうどいい気がするな。ちょっとゴミ捨て場がさ、家の横にあんのはあまりにもかわいそうやから、ここはちょっとやめよう。ゴミ捨て場は敷地外にしちゃおう。ここのレンガの柵を少しくぼませて、ここをゴミ捨て場にしちゃおうかな。結局家の前なのは変わりないけど。ゴミ捨て場ってさ、これブロック塀とかで囲んである方がリアルかな。で、土の道を敷いて、あー、こっちの方がゴミ捨て場っぽいかもな。こんな敷地外でオープンになってたら、この団地に住んでない人もゴミ捨てに来ちゃいそうやけど。あー、こんな感じかな、ゴミ捨て場。で、ここ柵二重になってんの無意味やから、ここは木を植えて、ちょっと壁を作っておこう。あ、ぽいな。ぽいぽいぽい。ぽいぞ。わ、ここに〇〇団地って書いてあるでっかい看板とか立てたいな。あ、ほんで駐輪場は逆にこっち側にしよっかな。とりあえず土の道を敷いてスペースを区切るか。なんかこの緑の縦板の柵がフェンスっぽい感じに見えへんかなと思って。グリーンの柵いい気がするな。自転車との組み合わせも可愛いよね。入り口の両サイドにゴミ捨て場と駐輪場。こんな感じかな。ちょっとアイデアに詰まったから先に思いついてたものを優先して作ってみたけど、だいぶ物で埋まってきたし、このまま中の方も埋めていこうかな。ということで、日を改めまして続きの飾り付けをやっていこうと思います。これ途中まで収録した日からもう2週間ぐらい経ってしまったんやけど、新鮮な気持ちで飾っていこう。そうだな、住民の家一人一人の内装は後にして、まずはこの団地内の公共の場所から飾っていこうかな。まずはこの電柱をちょっと飾っていきたいな。うわ、これ初めて置いたかも。あ、これあると一気にリアル感増すな。ゴミ捨て場と駐輪場の名残やったこの場所を土の道に変えてプチ公園みたいな感じにしよっかな。一旦抜けて、これ中央をさ、こうまっすぐ花道みたいにするんじゃなくて、道の敷き方を変えよう。Y 字に道がそれていくような形にできひんかな。でもそうなると
ただ真ん中を開けてるだけでさっきと同じやな。思い切ってここぶつ切っちゃおうかな。道せっかく石畳とアーチタイル敷いてるからここはつなげちゃっていいんじゃないか。うんうん、これぐらいすっきりさせちゃって、やっぱ最初に置いてたパーゴラとか捨てきれないな。お、会長会長、うつろい島の再開発進んでますけど。あ、家に帰るとこなんかな。これどんちゃんさ、家帰るためにこの敷地内通らなあかんことになってしまったな、かわいそうに。お帰りですか。あ、ほんまに、ちょっとおしゃべりしようや。あ、そうなんや、けどどんちゃんのおかげなんや。現実はちょっと曇ってきたわ。晴れが続いてほしいな、このまま。ここにちょっと遊具置いちゃってさ、スプリング遊具、あとタイヤの遊具、こういうのありがちじゃない。そうだな、これ気持ちもうちょっと柵で囲ったりした方がいいかな。なんか突然すぎるもんな。うん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 、なんかこういうプチ公園あるよね。もうあんまりさ、通り道とか考えすぎずに自由にバラバラっとレイアウトしちゃっても、なんか概念としてそれっぽい感じになるかもしれんな。パーゴラがでかすぎんだよな。こっちにも少し柵足して、水飲み場とかウォータービューとか、あー、こういうのがあった方がぽいかな。この辺に土の道をちょっと延長して、でここに消火栓かな、あと落ち葉とかで飾っとけばいい感じになるんじゃないか。お、スクワットスクワットが見えてる。じゃあどうかな、めっちゃ迷うねんけど、中の公園のレイアウト。会長のセリフパクったら怒られるって。今日が晴れなのは会長のおかげやから。少し木を植えて高低差を出して、あともっと落ち葉を飾る。この辺に自転車とか飾っちゃって、あとボールとかかな、いいやん。うん、最初よりは断然なんか綺麗な公園ってよりは近所にある生活感のある公園になったんじゃないかな。それからここの通り道のところに自販機とかゴミ箱を置いて、反対側は落ち葉を片付けてる途中みたいな感じで、ゴミ袋と掃除用具とあとパイロンとか置いとこうかな。あ、いいね、ちょっとカラフルになりすぎちゃうかな。ここのゴミ袋白に変えとこう。うんうんうん、ええ感じでは。よし、じゃあこっからは住民のお家の中一つ一つ飾っていこうかな。まずここ誰の家やったっけ、そうパンクスの家少しだけ飾ってあんねんけど、一旦物干し座を抜けて住民一人一人のさ、こう趣味をイメージしながら個性を出していきたいねんね。パンクスはね、ちょっと DIY 好きのおじさんっていうテーマでいこうかな。まずはこの赤の DIY 作業台をドンと置いて、アームのフロアランプもがっつり飾っておきたいな。この手前のあたりに工具棚、隣には脚立置いて、家の横にはホースリールかな。物干し竿とかも置いとこうかな、生活感出るように。そうだな、物干し竿をここに置くなら、この物置は縦向きにして内側に置いちゃおうか。積まれたタイヤと、あ、ボトルクレートかな、スプレー缶置いて、ちょっと子供と一緒に作ったやつみたいな感じでさ、やじろべえ置いとこうかな。うん、これストーリー想像しながら作るの面白いよね。あ、いるやん、どうかな。うっすDIY 好きのキャラに合わせて今日はそのヘルメットかぶってくれてんのかな。これから爽やかなメンソールの香りがするってか。なんかしそう、車の脱臭剤がそういう匂いしそう。あ、湿布か。
DIY のしすぎか、そんなキャラ合わせてこんでいいよ。ありがとう、気使ってくれて。それから次は隣、ここはガブリエルの家か。ガブリエルはちょっとスポーツ大好きな人の家にしたいな。まずはみんな共通で室外機は家の奥に置いておいて、そうだな、ちょっとさ庭小さめなんやけど、これ置きたいねんな。このバスケットのゴール、あれそんなにでかかったっけ。あ、これこれこれ行ってまいたいよな。いや小学生ぐらいの時おらんかった、バスケットのゴール家にあるやつ。いるよね。あとセットで置きたいのがボール入れかな。これあるとさすがに家っぽくなくなっちゃうかな。でも映えるんよなボール入れ。あとスポーツウェアいっぱい乾かすやろうから、ここにも物干し置いておきたいな。あ、パイロンとかもいいな。あ、いいいい。あと普通にボールも置いておくべきかな。うん、これはいるよね。あ、電動キックボードとかも置いとこうかな。そうだな、もうちょっとさいろんなスポーツ好きっていう感じにしたいから、やっぱちょっとボール入れはでかすぎるからやめよう。ここにさっきと同じやけど工具棚をぶち込みたいな。この上にトイなフィギュア置いて、プロレスも好きですよって感じにして、ここにマウンテンバイク突っ込もうかな。そしたらキックボードいらんな。でマウンテンバイクはやっぱこっちに縦置きにしよう。この間スキー板とかどうかな、見えにくいかな。んでもなんかいろんなスポーツ好きな感じ出るよね。で明かりがないからこの上はやっぱりランタンにして、そうだなマウンテンバイクもいいけど、でもこっちも置きたいんだよな、このスケートボード。あ、これいいよね。あ、こっちにしよっかな。でここにパイロンにしよう、空き置かへんかったやつ。あ、これでバランス取れたんじゃない。でそれから崖上のお家、ここはまだ柵も立ててないからそっからやらなあかんな。お、ちょうどスクワット来てるやん。外が騒がしいなって様子見に来たんかな。スクワットのお家周りはねキャンプ好きのおじさんっていう感じにするから。ちょっと狭いから2列ほど崖を増やして、1階の住居の周りと同様にレンガの壁もしっかり使っていって、この家の前のこの小スペース、テラコッタタイルにしよっかな。でベランダの周りは鉄の柵で囲んで、じゃあまずは同様に室外機を家の横に飾って、まずはこのベランダのところに椅子置きたいよね。折りたたみアウトドアチェア、これ2台並べて、テラコッタタイルじゃないかもしれん、組木の道とかええかもしれへんな。あ、こうかな。工具棚はここにも置いておきたいな。でこの上にランタンと、この辺雑多にいろいろ物置いておきたいな。アウトドアテーブル置いて、あ、このグリーンいいよね。この上に一斗缶、ウォータージャグとかいいんじゃない。でここには段ボールを積ん で段ボールの上には薪を置いちゃおう。ドラム缶と、あと犬小屋置いとこ。めっちゃ犬連れてそうじゃない。あ、やっぱ物干しはこっちにも飾っておきたいな。こんな感じにしよっかな。このカラフルな感じ悪くないな。どうした。家の周りが騒がしいから悩んでんのか。あ、出た挨拶。俺とおめえの関係をさらにもう一歩近づけるためにも二人だけの挨拶が欲しくねえか。欲しいな。何しよっかな。いや挨拶も口癖もなかなかこうへんからさ嬉しいな。何しよう。うん、人生はスクワットに例えられると思うねんな。スクワットそう思わへんか。人生山あり谷ありって言うやん。スクワットも、まあ、上下運動激しいし、まあ、そういうとこが人生と似てるかなって。うん。ちょっと何回も繰り返されておいてほしいな。
この挨拶の薄っぺらさが浮き彫りになってしまうやん。お前との距離が一歩縮まった気がするぜ。これからもこのスクワットっていう名前に誇りを持って生きていってください。で最後チョイの家周り、こっちもちょっと崖を増やしてスクワットの家周りと揃えておこうかな。チョイの家周りはガーデニング好きの家っていう感じにしようかな。チョイの性格の兄貴タイプは実際にお花とか植物に詳しい感じの会話もあったはず、だからキャラに合ってるんじゃないかな。まずは今回もこっちに室外機を設置して、ベランダにいっぱい観葉植物置きたいよね。まず植物置いてっちゃおう。エフレラと、あ、急に可愛いな。さっきからガチャガチャした感じのレイアウトばっかりやったから。あ、いいじゃん。あとアイアンウッドローテーブル置いて、この上はテラリウムかな。あと花壇も置きたいな。ここに置いちゃおっかな。で、椅子とテーブルも置きたいな。なんかあえてさ、ちょっとノスタルジックな団地の部屋を借りて、普通の賃貸より自由にアレンジしながら暮らしてるおしゃれ女子みたいな、そういう感じ。テーブルの上にテラリウムにしよっかな。ちょっと机ごっついから片付けちゃおう。ここは背低めのビオトープだな。で、家の横っちょのとこは土の道を敷いて、でずっと工具棚置いてたけど、このチョイのお家の横は温室棚にしよう。これいいでしょ。これいらない土とか葉っぱとかを捨ててるゴミ袋と、あと土袋も置いとこっかな、手前に。この玄関前のところにな、ノームの置物置いておきたいな。ガーデニング系のアイテムとの相性めっちゃいいもんね。ちょっと生活感も欲しいから物干し竿を置いちゃおっかな、ここに。あ、一気に庶民感出るよね。あと巣箱も置いておきたいな。あ、可愛くない？ええ感じ、ええ感じ。程よく生活感出てて。ここが201号室。202号室。こっち101号室。こっち102号室かな。お、いるやん。スポーツ好きの102号室の住民。ガブリエルさん、こんにちは。あ、ほんまに？どう？心境。ガブリエルのことをよく理解してるレイアウトになってるでしょ。めっちゃ解釈一致な格好をしてくれてんな。うんうんうん、いい感じに個性が出て、あー、可愛くなった、可愛くなった。よし、最後最後もう少しだけ仕上げ飾っていきます。便利さ的にこの辺に物置を一つ飾りたいんですよね。消火器をどこかに仕込んでおきたいねんけどな。ゴミ捨て場の近くかな。この辺にチラ見えする感じで消火器置いとこうかな。それと団地の入り口ってさ、どこが何号棟でどこが管理室ねみたいな地図の看板があると思うねんけど、このキャンプ場の看板を代わりに建てるのどうかな。これちょっとシンボル的に建てておこうかな。ゴミ捨て場の近くはなんかこういうウォータービューとかあるんじゃない、掃除用に。あと最後にマンホールかな。うんうんうん、こんな感じでどうかな。いやー、長かったなーこの島くり、マジでかなり作り込んだと思うけど、どうかな。なんかこうやって住民のお家を一つ一つ柵で囲んでちょっと家具を置くみたいな、いわゆる住宅街っぽい島クリエイトってあるあるやけど、新しい形の提案できたんじゃないかな。よし、今日はこんなもんで終わりにするか。ではエンディングをどうぞ。ナオミナオミオナオミナオミオクエクエミオミオナオミナオオミオナオナオミオミオナオミナミナオナオミナミクエ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 。ということで最後まで見ていただきありがとうございました。
チャンネル登録、高評価、コメントもぜひよろしくお願いします。 Twitter と Instagram もやっておりますので、そちらのフォローもぜひお願いします。では次回の動画でもお会いしましょう。またねー。